はいどうも、なおちんです。さあ今日もマイクラレジェンズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はですね、これ、失われた伝説やってみようと思います。昨日発売日にはこっちをやったんですよね、キャンペーン。8時間半やってまして、まあちょっとは慣れた感じです。でこれ毎月、更新されるミッションみたいな感じですね。とりあえず行ってみましょう。ここか、これだな。それではスタートしました。何、大勢でやってくるピグリンのウェーブから村を守りましょう。20回倒すと報酬がもらえる。ピグリンは1つ2つまたは3つ全てのポータルからやってくる。村のチェストはウェーブが終わるたびに資源で満たされます。5分を、ちょっと待って、なんか上、嘘待って、ちょっと待って、まだ壁すら立ててないぞ。ちょっと待って、まあいいや。とりあえずどのポータルから出てくるかをチェックして、多分最初1個でしょ。そっち側に壁を作っとこうかな。どこどっから出てくるの。待て、全然準備できてないよ。ここっぽいな。はいはい、来た。ちょっと待て、間違えた。ちょっと待て、とりあえずでいいから壁作れ。壁とね、よし、OK、台を作って、とりあえずこれないといかんわ。よし、おーい、まだ攻撃するな。ちょっと待て、最初のオープニングの話をしてる間にお前たち動いてくるな。よしよしよし、 OKOKOK、 これで終わりか。とりあえずよし、 OKOKOK。 ちょっと待って待って、早いって、めちゃくちゃ早いじゃん。よし、 OK。 ちょっと待てよ、まだまだ立てたりするのに全然慣れてないから。よし、 OK。 とりあえず回復薬をちょっと入れてる感じで、よしよしよし、いいよ。まあ早い、ここか次は。とりあえず壁を強固なものにしていかないといけない。こえ、あ、切らした。ちょっと待って、まず壁はね絶対気づいとかないといけない。ちょっと待て、よし、待って、俺仲間連れてくるの忘れた。あ、でもいい、後ろから攻撃は入れてくれてる。 OK。 これミスったか、この壁の作り方。よし、終わったね。いや違う、ちょっと待って、あっちにいる、こっちにいるんでしょ。よし、いいよ。ちょっとこの壁はとりあえず壊されないようにしないとね。 OK、 終わりか。よし、ちょっと待って、急いでチェストを取って壁を作ろう。いやでも壁、どうなんだ。まあ壁はいるよね。であっち側もか、忙しいよ。よし、とりあえず壁を作っとけ。むしろこの壁が必要かどうかもちょっとなんか微妙な感じだ。よし、 OK。 とりあえずまだ3ですね。20まであるので結構長いです。どこまでいけるかちょっと挑戦してみましょう。おお、来た、やばい。ちょっと待って、とにかくいっぱい出せ、とにかく出せ。
まだね、ウェーブ7なんだけど、相当辛いよ。よし、ちょっと待って。こっちも入れとき、もうめちゃくちゃ来てる、ちょっと待って。とりあえず一回行くぞ、一回行くぞ。任せた。うわ、すっげえ、何これ。これ絶対突破されるわ。ひどい数だな、なんだこの300ちょっとって。ちょっと待って待って待って。入ってくるな。これはひどいぞ。この数はひどい。これある程度もう先に配置しだしとかないと、とてもじゃないけど間に合わん。うわー、終わった。これは無理。これはひどい。やばい、やばい、もうなんだこれは、もう本当に。よし、ダメだ、もう壁を一気に突破されるともうダメだ、ダメだ、なんだこれは。いやー難しい、ちょっと。よし、でもここはいけそうだぞ。いやーダメか。いやー、オッケー、なんとか防衛した。ちょっと待って、これ壁作っとけ、壁作っとけ。無理だってこんな。ゲート置いとけ、ゲート。よし、ゲート置いて、で壁をこうして、オッケー、 あっちはもう任せよね。どこいる、どこいる、あっち残り5体なんだけども、戦ってる間か。え、どこにいる、どこにいる、残り5体が見当たらない。あ、なんか、ダメだこれ、むちゃくちゃ難しいぞ。今の俺の腕ではとてもクリアできない。はい、ということで、ちょっとここクリア今のところできないですね。10までもいけない。ちょっと練習してまた再挑戦します。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。